マナカナンチ。こんにちは、みくのマナです。みくのです。さあ、前回質問返しというかお答えしたんですが、はい、ベラベラ喋りすぎて入りきらなかったので続きのお答えいきたいと思います、ね、たくさんいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。マナカナンチ。お子さんが芸能界のお仕事をしたいってなったらどう思いますか？どう？まず自らそこに入れようとはまずしない、うん、私もしない。もしテレビに出たいってなったらどうしようかな。どう？でもさ、テレビ出たいとは言わないけどアイドルになりたいは言うやん。それは言う。20が好きで20になりたいから。そう、20になりたいんだよね。20になりたいの。どうしても20に本気でなりたいのって言ったらどうする。それに近しいことを言うからこの世界の厳しさを教えたいと思いつつ、ちょっと6歳の子に言うのは早いかなと思って、じゃあダンスとか歌とかなんかいっぱいやろうね、やろうねみたいな。いや、それでいいと思っていくっていうか、もし本人が大きくなるにつれて本当にやりたいってなったら応援はするかもしれないけど、さあ続きまして、はい、あ、産後の食事で心がけていることがあれば教えてください。産後がそう、なんかやっぱり、うん、栄養がすごい大事っていうのをその妊娠中に結構ネットで調べて、うん、あ、授乳する、ね、そう、ひじきの煮物とか鉄分、そう、やっぱり鉄分を取った方がいいんだって。やっぱりこう出血もあるし、さ、なんか鉄分も取った方が、鉄分とかとタンパク質とか、あと母乳とかいうのもあるから水分取ったりっていうのが必要と聞いて、ひじきの煮物は作り置きしたし、今もしょっちゅう大量のひじきの煮物を作って作り置きしたり、鶏のあのレバーの甘辛く炊いたやつも、もうしょっちゅうたくさん作って作り置きしてそれを食べたりとか、鉄分、タンパク質、あとビタミン類とかはちょっと意識してるかも。この幅広い栄養を取ろうかなと思ってる。私意識してたかも。まあ、産後がかなは里帰りパターンやったよ。ああ、そうね。で、私は、まあ、今回コロナの影響もあって、里帰りもしなかったし、の母親に手伝いに来てもらうっていうのも実はせず、夫婦でちょっとやってみたのね。っていうのもあって、まあ、食事に関しては妊娠中から結構作り置きしたり、自分で考えながらやることが多かった。旦那さんが作ってくれることもある。いや、私料理はきっと自分でやりたいやろうと思って、料理と赤ちゃんのことでできることはやるから、それ以外をもう全部やってください。家事、掃除、家事、洗濯とかをお願いしてる。そうで、旦那さんの食べるご飯をもう自分で好きにしてくださいっていう形にしたの。なるほど。そう、やっぱり旦那さんがもし作ってくれるって言ったら嬉しいけど、でも、あ、今その食べ気分じゃないとか栄養がってなるのも申し訳ないし、自分の食に関しては自分でやります。あ、買い出しは行ってもらって、そう、買い出しこれとこれ買ってきてとか、あとそれは時々このお惣菜でこれとこれ買ってきてとか、ご飯屋さんでこれとこれお持ち帰りしてきて。それいいね。確かに、なんかあの赤ちゃんの世話で作る疲れてるのに、あ、旦那さん何食べたいかな、もうちょっとがっつりしたもの食べたいかなとかって結構悩むもんね。そう、人のもの作るのって結構悩むじゃん。悩む、っていう感じかな。そのスタイルもありだね。あと産後はなんかお魚を取った方がいいって言われたので、魚を結構取ったかな。一問に対して長かった。あ、また長かったそうだ、数いこうって言ってたので次の質問いきましょう。はい、甥っ子姪っ子ってどんな感じか教えてほしいです。だから多分自分の子供と違って甥っ子姪っ子みたいな、お互いに自分の子供と甥っ子姪っ子が言ってきたわけ、まあ、私姪っ子ね。だからどう違うのかっていう。全然違うよね。そうね、そう、姪っ子が可愛い。ありがとうございます。もうあんな可愛い子いるんだな。違うね、それ可愛い、だから可愛く見えるのよ。存在がもうって、存在が可愛いのかな。だって私なんだろう、本当にカナの子供めちゃめちゃ可愛いよ。ありがとう。その顔が美人とかそういうだけの可愛さじゃなくて、やっぱり存在が可愛いよね。確
確かに。でやっぱり言い方おかしいけどマスコット的な可愛さ的な、うんうんうん、そういう可愛さもあるよね、やっぱりメイコイコって、ね、だってカナも6歳と4歳、うん、もうすぐ5歳とかだから、うん、きっとなんかお世話してくれそうよね、する気満々よ、うん、もう何でもやってあげたいもん、そうそうそう、ね、なんかいとこになるから ね、いとこたちの関わりちょっとこれから見るのが楽しみだよ ね、とにかく自分の子とめいっ子いっ子はやっぱり違う、違う、確かに可愛さが全然違う、うん、タイプが、うん、無責任な、うん、もうただただ純粋に可愛い可愛いと自分の子やからこその愛情的な可愛さ、まあ、でも無責任とはいえちゃんと叱ってくれたり、うん、いろいろ、まあ、してくれるよ、私はね、うん、こうした方がいいよって子供に言ってくれるし、とにかく可愛い、可愛い、質問ありがとうございます。1個ぐらいいきます、はい、双子探偵の時から好きです。嬉しい、双子探偵、中学生の時、子育て中イライラする時もあると思います、気持ちの切り替え方法を知りたいです。特にカナは今そんな時期なんじゃない、イライラすることある、ね、子供はもうだって結構やんちゃで口答えもするだろうし思うようにいかへんけど、どうやって切り替えてますか。いや本当ね、もう朝が大変です。朝って大変じゃない、すごい愚痴る。ちょっと強めのお酒よみたいな、強めのお酒いらんけど、いや着替えって言っても着替えへんし、顔、うんうん、洗いって言っても洗わへんし、靴履きってでもまず靴下履いてないし、いやイライラしてしまうねんな朝って。そのイライラをバッて出しちゃうか、ちょっと一個飲み込むか、その気持ちを子供がいないところでうわーって叫んだり、いいね、なんか何かしてこう発散したり切り替える。まずその息子に対して、息子が3歳ぐらいの時になんで準備しないのよみたいな、なんか言ってるでしょみたいなことでまあまあ強めに怒ってた時期があったのよ、うんうん、まあ、でもふと気づいた時にこの子強めに怒っても響かへんっていう気分で、この子響かへんねやって気づいてから、うん、この労力無駄やってなって、だからこれを強いエネルギーの無駄遣いだから、それは出さないようにして、うん、ちょっと諦めというか、でもそれでもイライラすることはいっぱいあるから、イライラするときどうやって発散してるんだろう、発散もしくは気持ちを切り替えて前向きになるには、この子もいつか大学生になると思うとかさ、わかんないけど、そんなこと考えられへん、ちょっと後でお菓子食べるからとかわからんけど、あ、なんかないの、切り替える、切り替えスイッチ、後々で言うと、まあ、マナーなり誰かにちょっと愚痴る、愚痴ろうと、愚痴るっていうのは一つ、まあその話を切り替える、その子供に対して怒ってるそのことにどんどん執着していくから、別の、あ、今日の晩ご飯何するみたいな、ちょっと違う話題を持ち出すことで子供も切り替わるみたいな、それいい、ね、ところはなんかやるかも、ね、逆に怒ってる時にハグするとかね、そうしたらなんかお互いちょっと気持ちが溶けるっていうか、それめっちゃいい話、めっちゃイライラしてるから大好きみたいな、ちょっと口に出してみると、なんか好きどうしようねっていうのがなんとなく溶けてる、なんか涙が出そう、大好きいいよね、私ももう今赤ちゃんに大好き大好きってずっと言ってる、うん、伝わってるよ伝わってるといいなどうしたらなんかいい雰囲気、いい雰囲気になっちゃうけど、好きだよっていつも伝えてる、それって大事よね、やっぱり、そうだね、イライラしてるときはそれことばっかり考えちゃうけど、子供もお母さん私のこと好きじゃないかな、嫌いなんかなってなったりするから、それはやっぱり伝えるようにしてる、いいと思います。おばなかなんちということで、結局一個一個すごく長く喋っちゃうから、まだまだいただいた質問あるので、またこの質問にお答えするという機会、うん、動画作りたいと思いますので、引き続き質問ある方、うん、ぜひコメント欄とかに書いてもらえると嬉しいです。全部読んでます、ありがとうございます。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。またね。